おおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで水谷かなですたった一つの真実なんてないというね昨日の続きいきましょうやっぱり朝までなら生テレビ等々の討論番組ではコマーシャルに入る直前に断固たる意見を言い置く人がいるというそっちの方が印象が強く残るから、えー、それからその次に著者が挙げておりますのが反日運動が巻き起こった中国であの 反日大暴動に全く気付かず旅行を続けた日本人がいるるこれは事実であると、うん、だから反日運動とかって広がると本当にもう全中国がと思うんでありますが、うん、え観光を続けた観光客もいたということでありますな、はい、それからこの大事なことでありますが韓国の中には反日を唱えることで 自分の政治的なあ失敗をごまかすという韓国政治家が多い。そう批判する韓国の政治家の方もいらっしゃると。それからテレビ報道ではフレーミング。いわゆるフレ、フレ,フレームだよね。レはい、テレビカメラは軽量化が進みすぎて広角、広く撮れなくなってきてるんですって。うん、で、また、えー、スマホ。 あるいは携帯映像が増えてきて、そのフレームの枠がどんどん狭くなっている。ですから、広い世界を撮ってないっていう。あの、なんかテロリストの集団かなんかが機関銃を持って、AAO っていう画面がよく流れますね。あれ、あの、橋が映ってないんですよ。画面いっぱいにいっぱい人が並んでるでしょ。あれ、ちょっと引けば、大体いい彼らの人数わかるでしょ。 見せないんですよ人間心がいっぱいいるかいるみたいに見えてるけどあれもうちょっと弾けば大した人数じゃないっていうことをだからい,いかにもよりよりでアップアップで撮るもんですからものすごくインパクトあるんですけどもそれでは実は全体像が見えなくてこの辺り、えー、プロパガンダもうその政治宣伝のための 映像作りというのがやっぱりテレビ報道の中には溢れているんだと、ねえー、著者はテレビで報道に携わっている時によく「やらせやったことありますか?」と問われて、えー「ないともあるとも言えなかった」とこの人は正直に答えております森達也さんでございますね著者でございます。 で、やらせとわかりやすくするための演出とは、ほとんど区別がつかないと言います。だから、現場で感じたことを後から決して色付けしたりはしなかった。それは部分で、欠片だが、全体の一部という思いで拾い続けた。そして、いつも自分を戒めたと言います。事実は一つじゃないんだ。世界は無限に多面体。広いんだ。と。ね。 たった一つの真実を追うという先輩を決して信じなかったとこの本の中に書いております報道は胸を張らず追い目を持つことそう自分に言い聞かせたというふうにうあの本の中に書いてありますでもう一つの,あの彼の理屈が教室の風景、はい、あの金橋先生でいうところの黒板から撮った映像は、うん その金髪先生の説得がだん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 効いてきて、うん、先生の言葉が教室中に行き,行き渡っているという印象を与えるじゃありませんか、はい、ね <laughs> <laughs> そういう印象をキャメラの置き場所でいととも簡単に作れるというこだから真後ろから金八先生込みで教室全体を捉えといて次のカットに短くうなずく生徒の一人の顔を入れると、うん 金橋先生が言葉の説得力で「雪野<ー>が笑った」とかなんかそういう<ー>あのねもう演出ですねそれはねマそうそう勝が先生に「女の子とだんだん好きになったんだ」とかっていう,うテレビ演出になりうるというねはいえー、それからこれも,もうまた著者の指摘ですねええ植え植えた、えー、子供がいるライオンのその植えた あこうお腹すかしてフラフラしてる子供をペロペロって舐めながらおっかさんのおメスライオンが、えー、ガゼルっていうあの鹿を捕まえに行く、はい、そうするとやっぱり見てる人は自然と「頑張れライオン!」っていうしっかり餌を取るのだよって思うじゃないですか子供,で、ね、子供のために。はい、ところが反対にガゼルがペロペロって子供を舐めて。 ほんで草原を歩いてる時にライオンがわーっと襲いかかってくると、うん、ライオンちゃんなんて非道なやつだと。逃げろとね、に対して。うん、はい。あれはやっぱり完璧にキャメラによる演出ができるわけで、えー、どのサイドから見るかということで事実というのは真逆の。 表情に見えるわけですよね。感情移入の仕方が全然逆になります,ねますかね、はいええ。繰り返しますけども、死者誤入はメディアの常であります。1.5は2.0になります。しかし、1.4は1となるだけです。うん、この2と1の違いが、いわゆるメディア、特にテレビメディア、映像メディアにある。そんな風に思ってください。はいで えー、その上に報道には常に市場原理が働く。売れそうなもの、視聴率が稼げそうな時、1.2でもそれを時々2.0に仕立て上げるという。こういうことがスポーツあるいはオリンピック報道等々には必ずあるのであります。この続きまた明日のまな板の上で。